はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、今日のバスケの大学のテーマは、スリーメンオートマチックというお話をお届けいたします。 一、えー、つ前の動画で2対2の基本をお話ししたんですが今日はスリーメンということで3対3の攻め方のお話です、えー、このような感じですね、えー、ガードがトップでボールを持っていてウイングにもう一人いてセンターがインサイドにいるとこの3対3をですね、えー、特にピックアンドロールを使ってどのように攻めていくかという話をしていきますね 3面、えーまあ、オートマチック、3面とは3対3のことでして、オートマチックっていうのは自動的にとか自動化っていうことですね。えー、つまりは、ディフェンスがこうだったらこうしましょう、ね。ディフェンスがこう守ってきたらこういうふうに攻めましょうっていうことをチームルールとしてですね、この 実際に型を覚えて自動的に体が勝手に動くように練習しましょうという考え方が3面オートマチックという、えー、そういう動きになります。このプレーをやっておくと試合中迷うことがなくね、えー、まずオフェンスの入り方、えー、いわゆるエントリーですね、プレーの入り方がスムーズになるのでぜひ参考にしてください,、はい。具体的には2つですね、UCLA カットを使ったプレーとバックドアプレーの2つを紹介したいと思います。えー、まずはですね、 3面オートマチックはハイポストを使ったプレーだというふうに覚えておいてください。UCLA カットのプレーから解説をしていきます。はい、まずトップオブザキーに1番がいて2番がウイングそして5番がセンターということですけれどもまずウイングにパスを出したら5番の選手が上がってですねハイポストでスクリーンと。 UCLA カットという、ね、まあ、いわゆる一般的に言、ね、われるこの縦のカッティングのプレーを使ってガードが飛び込むということになりますで。もちろんこのバックスクリーンがかかれば1番がレイアップシュート。まずこれが第1の狙いですね。 で大体これはね、まあ、パスが入らないことが多いので1番はそのままコーナーに抜けてくださいそうすると1番と1番のディフェンスは、えー、ボールの遠くに行きますので、えー、この5番と2番のピックアンドロールが非常にかかりやすいというふうになります、ね、UCLA カットからそのままコーナーに抜けるそして2番と5番でピックをかけるというプレーですね、えー、そしてドリブルしていって、えー、2番がジャンプシュートを打つか5番がダイブして飛び込むかというところでペイントを攻めるというこういう、えー スーメンゲーム、ピックアンドロールを使うということになります。はい、でもう一回最初からいきますね。UCLA カットをして、まずガードの飛び込みを狙う。そこでできたスペースをピックアンドロールを使ってペイントにアタックしていくというようなこういった形ですね、はいで。これをやってですね、あの基本はこの場合はです、ね、ダイブしかないんですね。あのというのは、 ここに1番のディフェンダーがいますので、大体この辺に1番,1番のディフェンダーがいるので、この5番はですねこのゴール下に行く以外はもうスペースがないんですね。あとはダイブしないでこの外に出るかどっちかしかないので、基本的にはこのダイブをしてください。ね、ダイブをするようにしてくださいで。代わりにですね、リフトといって、ここのところの1番のところにね、 ススキップパスを飛ばすということができるようになりますこの5番のダイブに対して1番のディフェンダーが寄ったら1番が開くということで5番の頭の上を越えたねスキップパスを飛ばすということも選択肢に入りますこうするとですねパスを入れた時に1番が3ポイントも出てますしポストに入れることもできるんでこういう三角形のパッシングっていうのは非常に有効になります はい、もう一度、ね、お話をしますね、えっと、ピックアンドダイブしました、5番がダイブをしました、えー、これに合わせて1番がリフトといって、ちょっと、ね、上がってスキップパスをもらうと、はい、そしてインサイドにボールを入れるというような、こういうプレーですね、えー、をやるとセンターにボールが入りやすくなるかなというふうに思います。 えでもしですねポストにボールを入れて、えー、すぐにシュートいくのが望ましいんですけどもそこで止まっちゃったらですね1番の選手は2番と入れ替わるようにしましょう、えー、だいたいこのフリースローラインのね角エルボーと言われる場所ですねこここですねこのエルボーのところでスクリーンをかけるのでエルボースクリーンなんて呼ばれますけどこの1番と2番が入れ替わるようにすると5番にヘルプが行きにくくなるので、えー、5番が1対1しやすくなるということになります、ねえー、そこでイン あのスクリーンが、エルボースクリーンがかかれば、インサイドアウトで、アウトサイドシュートも打てるということになりますし、場合によってはね、1番の選手がこうスリップということで、スクリーナーがもらえたりとか、チャンスが広がるので、インサイド入れたら止まらないで、スクリーンプレーをしてください。この辺のところ、もう一回いってみますね。まず、UCLA カットをします。はい、そして、ピックをかけます。 でピックアンドダイブしてそこに対してシュートがいけなければ1番にスキップパスを飛ばして、えー、インサイドフィードすると、はいで。ポストフィードしたらエルボースクリーンをかけて1対1をしやすくするしアウトサイドがノーマークになったりまたは スリップしてノーマークになったりっていうことができるようになるので、えー、まずこのですね UCLA カットからピックっていうこのプレーを、ねえー、覚えて練習してみてくださいでポストに入れたらエルボースクリーンをするとこの辺をですね、えー、やっていくといいんじゃないかなと思います、まあ、あのディフェンスがどう動いたらどうかっていうのはジャンケンの後出しみたいなもので、えー、まずは、ね、空動きでこの形を練習した上でディフェンスをつけてみて、ねえー、誰にどこにパスができるのかっていう選択を練習するとうまくいくと思います はい、続いてえバックドアプレーいきたいと思います。うんまあ、これ、ハイポストフラッシュからディ,ナあディナイされたらハイポストフラッシュっていう形なんですけど、えーまあ、最初のですね、えー、UCLA カットをしようというところで、1から2にパスを本当はしたいところなんですが、このね、1から2にパスをこうして、2にボールが行った時に UCLA カットいきたいんですけど、ここのところで2がディナイされているという時に使うプレーですね。この時はハイポストに5番がフラッシュをします。 そしたら2番がですねバックドアということで切れていってください。これでうまく通ればね簡単なレイアップで2点取れるということになります、えー。そしたら2番がボールをもらいに走ってもらえなかったらですね1番がおとりのカッティングでこれ、えー、とハンドオフパあの、手渡しパスをもらうつもりで切れていきながら2番にスクリーンかけるんですね。で、2番が上がってきてハンドオフをもらうというようなこういう形にします。こうすると先ほどのピックダイブ。 そして1番はコーナーという形と全く同じような形になるので、えー、この形に持っていくということですねもう一度お話をしますはい図を見てください、えー、ハイポストフラッシュをしました2番がバックカット切りましたね、えー、もらえなかったら1番が切れていって2番と交差しますはいそして2番がもう1回上がってきてハンドオフをもらうと先ほどの UCLA カットと同じようなピックアンドダイブの形になっているということですね えーまああのー、基本的にです、ねえー、バックドアプレイっていうのは裏のプレイっていう風に言われるわけですがもう常に、ね、バックカットを狙うっていうことはすごい大事なんですね、えー、要するにプレッシャーがかかってたら少しかかってたらすぐにハイポストフラッシュこのバックドアのプレイを常に狙っておくとバックカットが表のつもりで常に狙っておくということを、えー、意識してみると、えー、ちょうどいいんじゃないかなという風に思います、ねえー、困ったらバックドア使用だとですねディフェンスの方が有利なんですけどいつでもバックカットするぞと。 いつでもハイポストフラッシュからこのバックドアプレー狙うぞっていうようなね、こういう気持ちでお互いがいるとですね、えー、非常に効果的なオフェンスになるんじゃないかなと思うので、常にあの狙うと、困った時にやるっていうよりは、常にこのバックドアプレーを狙うっていうことを考えるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、まとめですね、今回は3面オートマチックということで、えー、1つは UCLA カットですね、ウイングにパスがいったら UCLA カット。 2つ目はウィングにパスがいかなかったらバックドアプレイということで、A、3面のオートマチックをやってみました、まあ、まずは、ね、空動き3対0の練習でゆっくりでもいいのでタイミングを合わせて練習してみるということをおすすめします、まあ、3面オートマチックはハイポストを使ったプレイだよということで、えー、まあ常に、ね、バックカットを狙いつつ、ねえー、隙があったらハイポストをフラッシュしてバックカットすると、ね、ウィングにパスがいったら UCL でカットするっていうそういう、えー、動きが流れるようにできるとディフェンスはしづらいので、えー、あのチームオフェンス全体がですねすごく良くなるんじゃないかなというふうに思います、はいえー、と今日の動画はここまでなんですが次回はね5面オートマチック、えー、前回の2面と今回の3面これを組み合わせてね5人でどう動くかっていう話をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 はい、ありがとうございました、えー。このチャンネルはいつもこのような形で、えー、指導者の方向けに悩み解決になるような動画をお届けしております。面白かった、興味が持てたという方は、ぜひチャンネル登録のボタンを押していただいて、このバスケの大学に入学したつもりになって、えー、次の動画でまたお会いしましょう、えー。そして現在ですね、無料のメルマガ講座をやっております。指導者の方向けにチーム作りについて、えー、情報をお届けしますので、えー、ぜひ概要欄から登録してください。 それともう一つ別のね YouTube チャンネルいわゆるサブチャンネルでバスケの大学ラジオ局というのをやってますこれは毎朝7時までにバスケットの話を聞き流しできるような形の音声でお届けしてますのでもしよかったらそちらも覗いてみてくださいはい最後までありがとうございました三原学部でしたそれではまた